こんにちは現代のもののけ姫ことまこですながらでラジオながらじのお時間ですこのラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたりフリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思いますながらでラジオなのでぜひながらで聞いてください録画でお送りしていますが基本は編集なしの生放送感覚でお届けしています 次回に、えー、次回にじゃない最後に次回のトークテーマを発表しますので是非最後までお聴きください。ということで、えー、本日4月7日あ木曜日今はですね17時26分です、えー。配信予定日いつも18時ですが間に合いそうにないですね。<laughs> きっと18時半の今回は配信になっているかなと思います。 えー、今日はですね、えー、取材が雑誌の取材がありまして、えーとまあ、リハ終わって午前中リハビリしてで雑誌の取材を午後にやってで今先帰ってきたのでこんな時間になっちゃいましたお腹空きましたねお腹空きました、えー、と基本最近いつも夜野菜生活をしてるんですけど ちょっとあの取材とかだとすごいやっぱり喋るんですよねなんか喋るとやっぱりめちゃくちゃお腹減るんですよだから野菜を食べなきゃいけないんですけどちょっと肉食いたいなと思うので今日は餃子を終わったら焼こうかなと思ってますもうね土曜日にえっ、ー、とー 土曜日のも早朝1便で東京に行かなきゃいけなくてで2週間くらい鶴岡に戻るので冷蔵庫をね空にしなきゃいけないんですけどだから野菜買わなきゃいけなかったんだけどちょっと餃子食べたい餃子か前にさあの生配信で配信した鹿児島の 豚肉がまだあるんで誰、ね、も早く食わなきゃいけないと思うんだけどどっちどっちすっすかね豚肉食おうかねそっちの方早く食わなきゃいけないからねっていう私の晩ご飯の話 <laughs> ですそうなのだ,だからだからっていうかそうこの 今回はね初めてこんなに長く福岡にいたんだよね2月中旬くらいから中旬過ぎくらいから4月頭だから、まあ、約2ヶ月間くらい、えー、と福岡にずっといましたずっといたって、まあ、ちょっと東京とかにあったけど、まあ、山形に帰らずにずっといてたけどまあ福岡もね好きなんだけどねやっぱり山形に深いいなって思うやっぱどうしてもこの。 都会都会感というか山形よりは都会感がどうしてもちょっと疲れちゃってさ早く帰りたいって思っている自分がいる自然の中に溶け込みたいって思ってる <laughs> 自分がいます2ヶ月でねたった2ヶ月でそうなっちゃうから私は本当に都会には住めないのかもしれないって思いますねはい そうで、あのー、いつもね私マイクをね、あのー、生放送とかでもたまに使ってるこうキラキラ輝く輝いてはないかキラキラ光ってる LED のマイクでいつもながらでラジオを録音してるんですけどおこれはちょっと福岡に置いていく荷物になっちゃうから福岡に置いていくので、えー、と山形にいる間のながらでラジオは。 まあ、パソコンに多分そのまま音声で入れるか、まあ、携帯のボイスメモに入れるか、まあ、ちょっと音質を確認してからにするんですけどだからちょっとね聞こえ方がもしかしたら違うかもしれないまあ加工しなかったらの話だけどで えーとまあ、それはね今後もそういうことがあるの今今回ずっと福岡にいるタイミングでラながらでラジオが録画できたからいいんだけどおホテルの宿泊先とかでやることもあるだろうしだからそういった時は何ていうのあの皆さんがね言ってくれた生放送感覚っていうか何ていうの。あのー なんかちょっっとといつもとは違った雰囲気でお届けしたりまあ例えば別に夕方じゃなく録音するのであれば携帯のボイスメモにちょっと旅先のなんか公園とかもこう <laughs> まあ外とかでね今ここにいながら録音してますっていうのもありかなってちょっと思いました。まあ、それがこう気軽にできるラジオかなと思ってやってるので。 なんかこういろんな場所で今ここで喋ってるんですとか何かこう地域性のあるネタでねできたら面白いんじゃないかなとも思いましたねはいすごいねあのー、ピンチピンチがやってしまったことなんですけど今この5分くらい経って話題変えようかなって思った時にえも皆さんは多分今これがそうなんですけど私今ね えと放送この配信今6分くらい経ってるんですけど私もうね30分しゃべってたの。<laughs> と言いますと,、えー、と間違って録音ボタンを切ってたらしくて私ずっとさ一回全部通しでしゃべってたんですよ。<laughs> なのに、えー、だからもうそろそろ終わろうかなって思ってえっ、ー、と。 見たら録音が止まっててえ今の今まで喋ってたのどこに行ったんだっていうのがありまして今からまた撮り直しをしますせっかくめっちゃ喋ってたのにもうん、ショックだよなんかねその時のテンションってあるじゃん1回目喋った時のテンションってそれがさないのがさちょっと悲しいけどもう1回 喋るね, <laughs> もう一回るねそう <laughs>、まあ、今日の話題はえっ、ー、と今年頑張りたいこと今年度頑張りたいことをですね4月を迎えたので今年度頑張りたいことっていうので募集しましたまあ今年度頑張りたいことではないんですが松崎さんは YouTube 初聞きあくびということで前回ね えーっと配信配信でか YouTube ラジオの最中に大あくびを書いたんです、まあ、今も本当にあくびを書きそうになってるんですがちょっと録画できてなかったことにびっくりしすぎてちょっと目が覚めました本当もうさダメなんだよリハビリしてさ夕方になってくると本当にもうあの眠たくなっちゃうね で、石、えー、見の国さん石見の国さんってさっきと同じ間違いしてる石見の国ウェルチャアさんは今年頑張りたいことは、えー、と YouTube で発信することだそうですもともと行政でファシリテーターで啓発活動をしていたのでそのスキルを使い皆さんに車椅子生活などを知ってもらえればと思っています今はその準備を進めています眞子、ま、さんもこれからも配信頑張ってくださいということですありがとうございます えっと、本当にねあの、あのー、私が怪我をした時より車いすの方であったり、えー、障害がある人たちが YouTube で発信をねするのが増えたなと思いますでも本当にでもそれっていいことだなって思うそのやっぱ症状がみんなそれぞれ同じ障害名でも違うからさ で男女でも違うし困ってることとかねだからそういうのがいろんな選択肢でこう見れるようになってるっていうのはすごく当事者にとっていいことなんじゃないかなって思います、まあ、ただ、あのー、私が思うこととしては、まあ、どういう、ね、考えで YouTube やってるかで違うからそれが全てっていうわけではないんだけど 例えば発信者として食べていきたいみたいなそ YouTuber として食べていきたいとか何かそういう風にもし考える人で YouTube をするっていうのがあるのであればやっぱり続けることっていうのは大切だし、えー、それなりのクオリティであったり喋り方とか、まあ、構成とかっていうのは大事になってくると思うんだよね。 でも続けないまあ続けたから結果が出るとか結果が出ないっていうのはまた違う話になってくるけどそれでもまずはえー、っとしっかりあの続ける定期,定,期定期的にというかちゃんとしたあのー、1週間に2回とか3回とか守りながら配信をまずやるっていうことは 大切だと思うんです。まあ、趣味でとかね別に気ままにあの投稿すればいいんですっていう人は別にそういうふうな考えではなくていいと思うんだけどなんか食べていきたいんですっていう人はまずは続けることっていうのが大切なんじゃないかなって思いますあとは楽しんでやることですねやりたくないことであったり いいやいや配信するようであればやっぱりそれは違うなって思うので是非楽しんでね皆さん配信してほしいなと思いますはいですね浩二さんはえっ、ー、と今年度も筋肉をつけるということで Twitter、ね、で筋トレの様子というか その,その後のね筋肉の様子の写真を貼ったりしてくれてますけどやっぱこう獅子舞だから筋肉つかないとか、えー、と筋トレできないとかじゃなくてね、えー、大胸筋とか鍛えることでできないような動作がしやすくなったりっていう場合もあるし私だって。 お腹とか腰とか使えないけどこう使おう使おうっていう意識のもとで、えー、他人からサポートしてもらいながらでも筋トレみたいな感じでやるとやっぱシュッとしてくるよ。前にさえっ、ー、と春腰の春の腰タイプでなんか腹筋 ダイエット腹筋ダイエット腹筋を割ろうみたいなお腹痩せをやろうっていう企画をやってたと思うんだけどえっ、ー、とその頃に比べたら今の方がねめちゃくちゃめちゃくちゃってわけじゃないけどでも、えー、すごいやすあのお腹がへっこみましたよへっこみましたへっこみましたそれもまあ食事はね確かに食事制限してえー 食べなかったらねやっぱ車椅子の人たちって消費カロリーがそもそも少ないから基礎代謝量っていうのが低くなってね食べなかったらそれは痩せますよでも私は無理なの食べないなんて絶対無理だから食べながらダイエットしたいのってなったらあー動くしかないんだよねだそういうのでしっかり動いて、えー、と使えないけど使おうと頑張ると やっぱりしっかりと効果が、えー、出てくるので皆さんも是非ね麻痺してるからとかじゃなくて動かしてみてくださいな。はい、できなこもちさんが、えー、と新年度迎えて頑張りたいことはまずは小さい時から料理するのが好きだったのでレパートリーを増やしたいなということでした。 料理ね、おいもさ、あのー、この前、この前というか前にクッキング動画を初めて出して、こういうのも作ってほしいなあったら言ってねって言って、みんなから募集して、やろうかなっていうふうに思っているんだが、あの、晩ご飯をね、やっぱり野菜と鶏のね、蒸したやつとか焼いたやつとかしか食べてないわけですよ。で、朝ごはん、納豆ご飯でしょだから、 ななんんか料理を作るそのきタイミングがないんだよね <laughs> 何か作るっていうタイミングがなくてうんーどうしようかなって思ってるだからレパートリーも増えないしだから唯一友達友達っていうかまあ会社の人とかが家飲みするよってなった時はあなんか作ったりするんですよだそういうい時だけ ちょっとこういうまあつまみ系に近いけどこういうの作ってみようかなっていうので、えー、レパートリーが増えたりするかなまあ料理はね1年間通してまあまだまだできないけどでも適は的な面で言ったらちょっとだけやっぱ良くなったかなと個人的には思います。 で、もう1個がリハビリをきのこめじさんね頑張ることで3つ目が孫ちゃんに会えることでえっ、ー、と4つ目が今月末に新車の KMAX が来るんだってでそいつをカスタムしたいんだよーっていうことですね嬉しいですね孫ちゃんに会えること孫ちゃんもね孫ちゃんに会えるようなそういう企画をね作りたいんですけどね なかなかうまく進まないっす。まあ、時間とかそのコロナとかもありまして。ね大変ですね。で、E テレも見てくれたんだって。皆さん見てくれました ?E テレ。私は見てないんです。<laughs> まあ、そのテレビがね、ないもんで、えっ、ー、と、見なかったんですけど、再放送がね、2回くらいあるんですよ。なので、来週かな来週も、うんと、あって、 前編の,の再放送がでその時に見ようかなと思いますはいで、で奈緒さんはねえっ、ー、と PT さん OT さんとともあ違う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 この話じゃないでねあのきなこもちさんがねえー、とかっとカッコ1 何括弧に何々っていう風に書いてくれてるんだけど山形県だけが1括弧っていう言い方をするんよ。まあ丸一のことををっていいう言い方をするんだよねもうこれは小学校っていうかもう授業の時からもう先生方がそういう風な言い方すんの1020とか3括弧4括弧とかって言うんですよ。だからもう知ら知 なんかもう社会人になるくらいまで知らなかったんでその事実をだからテレビで山形県だけが10って言うんですよみたいなっていうのを知ってでもさ書き方的にね数字書いて丸書くじゃん数字書いてカッコ書かない丸書いてからななのみんだ <laughs> からもし数字書いてから丸で囲むのであれば10の言い方の方が正しいわけよ 2かっこの方が絶対正しいと思っている <laughs> まあでもその他県に出て就職してとかまあ学校行ってっていうことがなかったからその他県の人に向けて喋ることななんてなかったわけですよまあだから困ることなんかないんだけどそのね他県で学校行ってとか社会人出て10とか20って言わなきゃいけないようになった人たちは。 <laughs> 大変だよね絶対1回は突っ込まれたことあるんじゃないかなって思うでもやっぱり1020ってなんかね意識しては言うけどでもやっぱ1020って言っちゃうねうん、まあ、言う機会もないんだけど本当にでした次奈緒 <laughs> さんは今年は PT さんと OT さんと えと新しい車椅子の購入 CMAX のようなね私が乗ってるような車椅子を目標にしてリハビリをしてるんだっていやーね是非乗れるように楽しんでリハビリをやってくださいリハビリはイメージが大事ですからねイメージ PT さん OT さんがまこさんのことをもうすでに知ってたんだってって認知度すごいですね まああの2年前くらいに PT の人たちがなんかこう病院勤務の人たちが入ってるような PT の学会っていうのがあるんよね理学療法士学会だかっていうそれの学会誌にねあの取材をいただいて載ったことがあるんですよ見開き2ページ4ページなんかそう載ったことがあったからそれで結構認知が 上ががっったなっていうのがありますねあとは学校の授業とかで、えー、私の動画を流してくれてる学校さんもあったりするなんてなんかそれはあのー、その「今日流れました」って DM とか頂い,いて知ったんだけどそれはね別に全然使ってもらっていいんだけど一言欲しいよね「授業で使っていいですか」とか <laughs> なんかそういうのを知りました。 えー、片岡さんは、まあ、頑張りたいことではないですけども「お花見行きましたか?」だって花見ねえっ、ー、と私のそのセンターまでの道のりの桜があ海側っていうこともあってちょっと咲くのが福岡の中でも多分市内の中でも遅かったんですけどやっと咲きましてで今は道中桜を見ながら行っていますが。 来週、来週っていうかもう日曜日には、えっ、ー、と、地元に戻るので、で、ちょうどね、多分ね、その一週間、私が地元にいる間は、に多分桜が咲くんですよ。で、花見が始まると思うので、屋台出るのかなどうなんだろうね。そんなに、なんかもう全体的にね、マンボウとかなってるわけじゃないから、多分出してくれると思うけど、出ると思うので、 行きたいですね行ってくれる人いるかなあごちゃんと鶴岡公園に花見に行ってくれる人はいますかねスティリマンさんは <laughs> スティリマンさんは新年度を迎えて頑張りたことはいろいろたくさんありますと日本語の勉強もあるしインドの方なんでね漢字も習うことがあるし 収入も高くなるように頑張りたいですとでも収入が高くなる方法はまだ分かりませんね日本人でさえも収入をどう高くしたらいいか分からないのに海外の人は大変ですよねやっぱあのねその自分の国じゃないところでましてやこう母国語じゃないところで、えー、仕事をするって本当に大変だと思います尊敬しますよ本当私もね ずっと言ってるけど、英語頑張りたいですよ、本当に。なんで英語が頑張れないのか。言い訳ばっかりしてね、本当いつになったら英語を頑張るんだろうかっていう。危機感がないんだよね。英語できないと、なんか、仕事できないとかさ。そういう危機感に陥ってないから、もう後回し後回しにしちゃってるんだよ。よくないね。よくない。俺はね、今年、 何を頑張ろうかね。なんか、もう今年度の頑張りっていう、あ、でも今,今年の目標はさ、あの一番初め、一番初めじゃない、ツイッターの方にも書いたんですけど、えっ、ー、と、まあ、年初めにね、えっ、ー、と、まあ、ある企画で、 書き初めをすするっっていうのがあったんですよ。全然そのオフの企画なんですけど表に出てる企画じゃないけどその書き初めをするっていうのにまあ是非やってみませんかっていうのでこうご招待をいただいて書き初めをしたんですよね書き初めの先生から書き初めの先生習字の先生からこう教えてもらいながらでその時に書いたのが CM 出演っていうのを書いたんですよだから今年は 別メインとかじゃなくていいのでなんかあのサブサブっていうか別にどういう形でもいいからまあ一番はメインだけどねどういう形でもいいからちょっと CM 出たいなーって出れるように頑張りたいなーって思いますまあその他ねいろいろ頑張らなきゃいけないことも今年はいっぱい今年もいっぱいあるんですけどあのー、ね まあ皆さんと本当により、えー、直接会えるような機会が今年はできたらいいよね。後半の方くらいだったらなんかコロナに対してもまた何か考え方が変わってきて、えー、なんかねできるんじゃないかななんて思っています。はい こんな感じで、改めて、また、改めてって、みんなは初めてだけど、私もう2回目、2回目、YouTube ラジオ。だから、これ、えー、っと、20分、20分だから、40分、45分間くらいずっと喋りっぱだわ。<laughs> やっておりました。はい。ということでね、えー、っと、今日は、新年度を頑張りたいことということで募集をしました。次の、 お11日月曜日かは山形地元からお送りしますまあ音声なんで別に何や変わりないと思うんですけど何しようかねテーマなんかさっき帰ってくれた途中にこれにしようって思ったんだけどあそうだあのなんかねなんかねっていうかさ団子 食べるみんな <laughs> なんか花より団子とか言うけどさ結構つろう岡って万年団子があるまあ花見の時もあるんだけど万年結構私は団子を食うんだけど福岡来てさあんまりなんか団子を見る団子っていうよりは大福の方が見るんだよね。なんけど団子ってあんまり食べないんかなってちょっと思ったんですよ。じゃあみんなは団子って食べますか普段普段っていうかまあ。 食べま,すまあ食べるとしたら何団子が好きですかっていうのをちょっと聞きたいなって思ったんですよ。私ってもう好きになるとさそればっかりしか食べないんだけどだからまあこしあんが好きだからこしあんの団子を食べるんだけどでもみたらしとかね全然チョイスするタイミングがないんですよ。そう。だから1番はえー、と よもぎのあの緑色のね団子に腰しあが私は団子のテイストとしては好きですなので皆さん是非えっ、ー、とまず団子食いますかっていうのとどんな団子好きですかって何団子いいですかって <laughs> まああと変わり種なんてあったら教えていただけたらなというふうに思いますはいということで次回のトークテーマは団子 <laughs> 団子 <laughs> ぜひ皆さんコメントをねたくさんお待ちしております。はいということで本日のながらじはここまでではまたバイバーイ